5秒前43おはようございます時刻は8時29分でございます1番に入れるスイッチなんでしょう来る日も来る日も長官チェックでございます天禄天んこりスタジオからコモさんがお届けをしてまいりますさて皆さん えー、浜村さんはどのように今朝、このニュースを取り上げておりましたでしょうか、デイリースポーツによりますとではなく、週刊文春によりますとでございまして、本日木曜発売の週刊文春ですね、えーっと、今日は、おっと、木曜日でございますね。はい、こんな間違うとね、もう本当に、えー 誹謗中傷されてしまうわけでございますが、あ、知ってましたあの、誤字とかをあの言ってくる人っていうのは性格が悪いっていうふうに出てましたね。ええー、心理学の人が言ってはりましたわ。はい。人の書いたやつの誤字を指摘する人は性格が悪いっていうともう断言してはりましたね。はい、間違っておりました。どうもすみません。ええー、さて皆さん。はい。 えと今日発売の「週刊文春」でありますけれども昨日電子版が出ておりましてで木原官房前官房副長官のことが全く出てまいりませんのでね、えー、ちょっとがっかりしておりましたが180分にわたりまして高野花が、えー、インタビューに答えまして再婚のお相手英子さんあのー、残念ながらはいあのー。 モザイクがかかかってましたわらないんですけど一つ年上のお姉さんだそうでございまして、えー、再婚をしはったというお話が出ておりました家内は私が10代の頃にお付き合いしていた初恋の人ですとはい宮沢りえさんと えー、お付き合いをして婚約発表するよりもまだ前のことでありまして「週刊文春」にはその頃のお写真も出ておりました、はい、これまで再婚のことを聞かれたらもしいい人がいればと答えてきましたが内心そのチャンスはないだろうなと思っていましたそもそもこの年齢ですしこの先誰かと一緒になるとしても 自分の名前や先入観で相手にも迷惑がかかるだろうし、一人で生きていくつもりでしたと、まあ、すでに各界は離れております。うー、まあ、大横綱でしたよね、お兄ちゃんと共にね。はい。みんな若隆フィーバーに燃えたわけでありますが、孤高の人であります。 そうですねまあ多分、だいぶ変わりもんなんでしょう、僕はまあお会いしたことがないのでわかりませんが、まあ、私も大抵変わりもんだと思いますけれど、高乃花の変わりもんぶりっていうのは、えーまあ、周りからしたら扱いにくい、そして、まあ、利用できるところは利用しようというような人らも大勢、きっと子どもの頃からいたんでしょうね。えー、そんな高乃花のハートをしっかりと握って、うん、はい。 おお人再婚をされたそそうなんですすの物語が出ておりますえ本当でしたらこのバッグにねありがとうありがとうラララン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 とさて皆さんとお伝えしたいところなんですが「ゼロからのスタートじゃないのであの頃の続きのような感覚でいられるんです」とのろけてはります。うん、はい えー、フジテレビのアナウンサーでした河野恵子さんとも、ね、結婚をされておりました女将さんとして頑張ってはりましたがその結婚生活にも終止符が打たれております実は今年の3月のお話でございますヤフージャパンのオリジナル動画「レッドチェア赤い椅子に座りましてそこで質問に答えていく」というその動画がございまして。 そその時にとと本音を言っっったたことがきっかけだったそうなんです、ねはい、まあもちろん我々は貴乃花でもありませんしそれほどね人気があったり知名度があったりするわけではありませんがどこでどこでどんなことがあるのか皆さんにも初恋の思い出というのがあるでしょう。 ね、それはもう小学校ぐらいの時の甘い初恋の思い出もの方もあるでしょうし思春期になって誰かとお付き合いをするあるいは付き合うなんて好きだとその一言も言えなかったような初恋皆さん終わりのことかと思います。先日おはがきでも頂戴しておりましたよね付きあってた人からもらった指輪を振られたから投げたら45年経って庭から出てきたというお話もありました。 皆さんにもきっと終わりかと思います。ちょっとカルピスのような初恋の味をですね、キュンとしていただきたいなと思って今日はこの話題を取り上げました。えー、ネット上のみで視聴できるこのレッドチェアという企画、各界レジェンド級のゲストがうーん赤い椅子に座ってインタビュアーの質問に答えてまいります。 初デートのことを唐突に聞かれました。その時こんなことが言ったんだそうです。17、18歳の頃、デートらしいデートをすることができました。今も心の支えですと。その思い出があるから少々のことがあっても耐えられたような気がします。たった一度きりの青春でした。 とと花がが言ったんだそそうでですすれが今年の3月の月ことであります宮沢りえさんとのえちょっと待ってくださいあれはでももうちょっと後のことですよねはいそうなんです人知れず山周りの人は知ってたんでしょうけれどもお付き合いをしていた栄子さんがいらっしゃったということなんですねええ実は貴乃花 その A 子さんにその話が伝わるなんていうことは思ってもいませんでした自分はここの人生を歩んでいくのだと思っていましたがポッと答えてしまいました A 子さんの妹さんがこのインタビューに気がついたんだそうですこれってお姉ちゃんのことじゃないえー、ええー、えかなええー 光ちゃん懐かしいなぁとはいお付き合いをしていたんですが実は数年2年ですかねお付き合いをして貴乃花から別れ話を切り出したんだそうです当人にしかわからないキーワードに気がつきました実家の近くに鉄道が走っていましてデートが終え我が家まで送ってくれた後線路に入って 歩いたことがありました本当はダメなことですけどもね終電の後の話ですこっそりデートをしておりましたデートの相手はどこの誰かは全く高野花は触れておりませんでしたが線路で遊んだというそんな思い出話がインタビューに答えられておりましたああ自分のことを言ってくれているんだなぁと 妹を通じてこのお姉さん、栄子さんは気がついたそうでございます。はい。懐かしさを感じるとともに、元恋人の壮絶な半生に改めて思いを馳せました。そうですね。まあ、高野花ほどではないですが、私もいろんなことがありまして、アナウンサーやーパーソナリティや YouTuber をやっておりますと、相手さんにはいろんなことが分かってはる。小森くん うん、やっちゃん、まあ、いろんな言い方されますが、ああ、大変やねんなとと、えー、思ってくださってる方も何人かはあろうかと思います、昔のことを知っている人はね。えー、50年の人生に点数をつけるならと言ってはります、貴乃花。50点に1点足りない49点。誰にも見とられないで1人でこの命を燃やし尽くして終わらせたら、 残りの一点は埋められるような気がします。誰かに泣かれたり悲しまれたりせずに、自分の屍だけは誰にも見られたくないですからねと。ここまで来たら最後までこのまま行ってやろうと。どうせ一人ですから。高のまま人生を締めくくりたい。本人は笑顔を見せていましたがあまりにも悲壮な覚悟でありました。感情を大きく 揺さぶられたその英子さん意を決して鷹の花に手紙をしたためたのだそうでございます人生100年と言われる時代です夫を亡くし折り返しの50歳を過ぎてこれからどういうふうに生きていこうかなと思っていた時でした実は英子さん 結婚をしてはりました風の噂に高野花はそのことを聞いておりましたしかしそのご主人を病で失っていたようであります心のどこかで死ぬ前にもう一度会ってみたいなという気持ちがあったんですとヤフーも松見作りなのかそれとも愛のキューピッドなのか そのインタビュー動画をきっかけに手紙を書いたのだそうでございます今私はこのように暮らしているのです生きているのですと連絡先を添えて高野花に手紙を出しました相撲協会退職後設立いたしました高野花道場宛だったそうであります 高花言ってはります。名字は変わっていましたがすぐに彼女であるということが分かりましたあのインタビューの時に思い出した頭の中に浮かんだ目の前に浮かんでいたあの光景若かりし日の2人の楽しい時間であります4人の息子さんのお母さんになってたことそしてすでにそのご主人を亡くしていたことを手紙で知りましたいきなり電話してもそれは困るだろうなまずは メールでででおお手紙いいいたたただことのの礼を伝えたのでそうでございます付き合ってた頃は向こうの A 子さんの、はい、ご家族もよくご存知だったそうであります。皆さんどうしてらっしゃいますかと。互いにも今は独身であります。2人で会うことになりました。それに何の障害もございません。3月下旬 あ意外に早いですね。ええー、レッドチェアーでインタビューに答えてから、トントン拍子で再会いたしました。あったのが横浜でございます。あそこしかないと。若い頃、山下公園を散歩して、ベンチに座って話をして、ご飯を食べて、そして彼女を家に送り届けという。 あ10代のそんな懐かしい思い出が詰まった場所で再会をいたしました不思議と懐かしく思う感覚がなかったのだそうでございます昨日別れて今日また会ったようなといや実は30年以上時は流れているわけですがあやっぱりこの子らしいなと昔と変わらず浮ついた感じも全くなくでも 4人のお子さんをちゃんと育てて立派にお母さんをしてきたんだなぁと感動を覚えたと鷹の花私もすごく落ち着いていてドキドキという感じではありませんでしたでも会って一瞬にして昔の感覚がよみがえってきましたあいろいろと苦労してきたんだねよう頑張ってきたんだねと母親のような考えも湧いてきたのだそうでございます当時 1988年といいますから昭和63年の3月明治大学附属中野中学を卒業した15歳の高野花お兄ちゃんのはい花田さんですねお兄ちゃん若野花とともに父が市長を務めます藤島部屋に入門し初土俵を踏みましたそして2度の幕下優勝を果たしまして十両昇進を決めました高花田でありました 17歳2ヶ月での新十両今も破られていない最年少記録だそうでございます関取りと言われてお給金が出るようになりました恩師だった先生をはじめ武井先生をはじめ明大中野の先生や同級生たちが大々的にお祝いの会を開いてくれましたジンギスカン料理のお店そこへやってきたのが A 子さんだったんだそうです 当時大妻高校の三年生でした友達から高花田のお祝いの会へ行こうよと誘われて相撲好きだったもんで行きはったんだそうですまだ空前の若鷹ブームが到来する前のことであります高野花は飾らない英子さんの人柄に惹かれていきました 男子校出身ですからね、男の世界であります、ええ、相撲界、朝から晩まで強くなることだけを考えて相撲を続けてきて、ようやく重量になれた、うん、そんな瞬間であった彼女、自然体で接してくれまして、気を許せる特別な存在になっていったんだそうです。17歳ですからね、ええ、高校2年生ですよ、精神を謳歌しているその年齢。 初めて恋心を描いた栄子さんと交際をスタートいたしました。はい、その頃の写真も「週刊文春」には出ております。東横線の沿線に彼女は住んでおりました。最初のデートは渋谷のハチ公前で <laughs> あ、あそんなところで、そんなところで、ええー、待ち合わせをしたんですか。そして、藤島親方から女性と会った時は、 ちゃんんとと。家まで送り届けるんだぞとあなるほどそういう教えはしっかり父親から息子に伝えなきませんね帰りは家まで送っていったそうでありますうーんそうですか実は写真誌にその頃の2人が撮られたりしていたそうです交際開始から2ヶ月ほど経った1989年の暮れ A 子さんの自宅近くでじゃれ合い様子を写真誌に撮られておりました相撲協会には外出時は着物を着用というルールがあるのですが私服姿おやじからこっぴどく叱られたんだそうでございますその藤島親方ももうすでにねええー、体の人でございますなるほど部屋の力士たちも暗黙の了解として2人の恋を見守っていてくれたんだそうです a 子さんが車の免許を取りました。実家の車を借りて、その運転で移動するようになりました。なるほど、うん、彼女との連絡用に携帯電話を2台購入したこともあったんだそうでございます。 そして彼女はそのまま大妻女子短大に進学をいたしました。高野花も部屋住みを卒業し、相撲部屋から遠くない東長野、中野のアパートを借りました。二人で暮らし始めたんだそうです。彼女のお父さんに保証人になってもらって、ああ、そうですか。しかし、場所もあります。地方巡業もあります。多忙でありました。うん。 えー、体を大きくせなあかんのでね、えー、大好物だった鶏の唐揚げをよく作ったんだそうであります1991年新関脇まで三役に駆け上がった頃まで続いておりましたがやっぱり別れようと他に好きな人ができたのかなと思いましたいや違う俺はどうしても親父と同じ大関になりたいんだと 相撲に専念したいんだと高野花がそう言って別れたんだそうです彼女とは本当は一緒に家庭を持ちたいと思っていましたしかし相撲の世界怪我をしたらもう一瞬で潰れる場合もあります彼女と一緒になるとしても自分にはまだ周囲を説得するだけの実力も実績もないんだとその思いで別れを告げたんだそうです へあそうですか、まあ、その後、宮沢りえさんとの話があり、そして結婚を別の人とし、そして別れ、相撲協会とも離れてしまった、そんなところで、またたまたまばったりとこのように会ってしまうということですか。180分にわたるインタビュー、「週刊文春」電子版は長文の記事で。 お、えー、お祝いをしております皆さんはどうでございましょうかそんな甘いカルピスのような初恋の味をどっかで、えー、抱えてある方も多いんではないでしょうかはい浜村さんのようにね、えー、もっと火の実をパッタッと落とし小膝叩いてにっこり笑うような話はできませんでしたけれども、えー、まあみんなの知っている貴乃花いろいろ言う人はありますけれどもどうぞお幸せにという気持ちで取り上げさせていただきました では参りましょう九、えー、月の二十八日木曜日でございます聴観チェックスタートでーす来てよし、見てよし、こうてよしようこそ天神橋筋商店街天六天小森スタジオへはい、こもさん小森康則でございます 朝から貴乃花の、はい、恋バナの記事を読んでおりまして、えー、これはまあ、日頃ね、日頃もなんか、政治やなんやのんむかつく話とかをいっぱいしてきておりまして、えー、どこかで私も心をすさんでるところがあったのかもしれませんが、まあまあ、よろしいなと、うん、羨ましいなという気持ちはありますよね、皆さんね。えー あのどうぞ、私に対する恋心は抱かないようにしてくださいね。えー、さて、えっ、ー、と、本日、こちらに新しいちょうちんが出ております。もう200針ほど、200針ほどあるちょうちんの中で、今まで作った中で最も、えー、読みにくいちょうちんだと思いますが、この細かい字はこっちの本に書いてある方でございます。 60歳からは自分ファーストで生きるというピアから今度今度の月曜日ですはいもうあの見本のものはすられてるんですけども、えー、10月2日発売になります草野るさんという方の、えー、本でございますで今日からこれを実は昨日来られましてね、えー、で対談をいたしましたこの本の内容についてはまたじっくりとお話をさせていただきますがまず まずもってなんでこの本を提に作っていただいて提供していただいて宣伝することになったのかっていうのがね2年やってきて本当にね朝刊チェック面白いなぁと思っているんですけど、えーまあ、木原事件をきっかけにこの長官チェックを知ったという方もいらっしゃろうかと思います。 現在、全世界で444億人の方、4が並んでますね、ご覧いただいておりますけれども、この2ヶ月ほどで、こもさんのことを知ったんだっていう方も多いかと思いますま。実はいろいろね、田原総一郎さんともここで対談をさせていただいたり。 えー、泉さ赤市の,の市長だった泉さんのところへ行って、えー、対談させてもらったりとか、まあ、この2年間長官チェックだけではなくそこからの展開でいろいろやらせてもらってるんですがまあまだお気づきない方もいらっしゃるかと思います実はこの草野香さんという方は、えー、防災に関する本をですねイラストとともに出して貼ってその本のことは 僕あのてんこ盛りの中で取り上げた記憶がある方だったんですけど全然別に認識はなくて面識もなくてで昨日そのピアノですね出版の担当の編集の方とで草野さんとで草野さんのマネージャーの方と来られましてでここで対談取ったんですけど。 話聞いたら面白くてねあの、そのマネージャーの方が普通に YouTube を見てて、でえっと、ひとつ月万冊の、えー、佐藤明さんというね、朝日新聞の元記者の方のやつを見てたら、そのおすすめで僕のこの朝刊チェックに、えー、もう出てたと。 確あのー、一月万冊の佐藤さんと、えー、並ぶぐらい僕はしつこく <laughs> 木原誠二のことはやってきてるとは思うんですけど、まあもうね、あの再生回数で言うとそれは1桁及びませんけれどもでそれであこんな人いてはんにゃとちょうちんか提灯出して宣伝してんにゃと <laughs> いうことに気が付いてくれはったそうで。 で出版の方と、まあ、本出すにあたってなんか PR とかキャンペーンとかしたいなって、まあ、まあそりゃそうですわねもう最初最初の出だしが映画でもそうですが本でもあの発売された直後にどれだけ売れるかが大事ですからそうでないと書店が扱ってくれませんのでね、えー、大々的にやっておいてくれませんので人の目につきませんからでそれ <laughs> であの私のところに ピアノ担当の方からこんなん本を読んでるんですけどって言われてああまあそれやったら提灯出していただいて宣伝するだけじゃなくって来てもらってお話するっちゅうのはどうですかっていうのでまあ昨日2人で天禄のあたりの商店街も歩きながら <laughs> いろいろお話を聞きましてねでまたいいじゃないですかこの。 えー、60%か65歳以上の皆さんがご覧のこの長官チェックですから若い人の見ていない今,今やもう YouTube はもうあのじいさんばあさんの、はい、もうもうパラダイスですからね、えー、もう若い人はもう TikTok へ行ってはるでしょうから、あのー、そうなんですよでいや自分勝手ではないんだけど特にね特に女の人 まあこれまたあの草野さんの本人の言葉でまたあの話してもらいますけど女の人がいろいろ我慢してたでしょと旦那のことをあり旦那ファースト子供ファーストまあその話聞いた時に僕言ったんですよ大人の修学旅行へお誘いしたら「駒さん本当は行きたい」とねお金も手当てはできますと。だけど 主人のの晩御飯を作らなあかんのですだからいけないんですっていう方がいらっしゃっていやいやもうあのカレーでも一つ作っといたら。 その日も食べて2日目も美味しいし3日目はもうカレースパゲティでもカレーうどんでもなんかしたらええしもうというかもう,もう,もうファミマでもセブンイレブンでも,もう焼き魚から何から置いてあんねんからもうそれ冷凍庫に入れといてチンして食べって言うたらよろしいやんいやそう思うんやけど主人が許してくれないんですっていうね女の人多いんですよであのもうその良妻賢母と言われて 女というものはこういうもんだと、女のくせにとかって、そんな風に思わなくていいです。人生100年時代って言うけど、ついつ何時まで元気でいられるか分かりませんから、あなたのやりたいことをやったらいい,い,いじゃないですかと、まあ、そのことについて書いてある本なんですよ。ええー、ぜひ、特に、特に女の人ですね。で、まあ、男の人も僕、それ聞いて思ったんです。はい。 なんんややかや言うて、まあ、私のように鉄砲玉のようにもうね外ばっかり出てる人間もおりますがうちでうちで嫁さんがねあのやりたいことをやってくれてんのがそれが一番でしょし知ってるでしょあのご主人も <laughs> 知ってるでしょ家で家で奥さんがイライラしてなんやかんや言われて不言病は言われてねずっと家に 糸とかんといてって言われて、ね、行くとこもないのに金もないのにどっか出かけている60歳以上の男どものなんと多いことでしょう <laughs> だから、えーまそのま、周りに迷惑かけるという意味ではなくって、はい、あの自分ファーストでいいんじゃないですかということを、まあ、あの分かりやすく4コマ漫画のを書いたりする人なんでね。はい といいう本でございますまた本の内容についてはまた改めてお話をいたしますけれどで草野薫さんというのはどういう人なのかもお話しますが、まあ、こんなきっかけで、えー、長官チェックが使っていただけるなんて、はい、皆さんもなんかあの宣伝したいことがあったら提灯作ってあの提供をしていただければというふうに思います。はい、さあそれでは今日は毎日新聞を買ってきておりますのでご紹介をしていきますね。 えー、9月の28日時刻は8時56分、長官チェックヘックヘドラインです国の基準により賠償が認められてこなかった128人の住民に対し、国や熊本県、そしてチ素に対し、1人当たり275万円を支払うよう、大阪地裁の判決が出ました。 利己的な企業とそれを守ろうとする行政根本的な問題は時代を経ても全く変わっていません洋上風力発電をめぐる汚職事件で東京地検は東京地検特捜部は自民党の秋元正俊議員を受託収賄の罪で起訴しました事件発覚後すぐに離党はしていますからが 仲間内からも擁護する声が聞こえてこない秋元議員ですアメリカ FTC= 連邦取引委員会は26日アマゾンに対し独占禁止法違反の疑いで提訴しました巨大な優越的地位を乱用し出品業者や消費者に不利な条件を押し付け暴利を貪っています 皆様の NHK はジャニーズ事務所のタレントの番組への新規起用を控えると発表しました大晦日の紅白歌合戦には一組も出場しないことになりそうです大阪に本社のある日立造船が来年10月会社の名前をカタカナでカナーデビアとすると発表しました日立造船という名前ですが 日立グループでもなくすでに船も作っていないのに日立造船という社名のままでしたサンテレビの報道が頑張っていますあれについてもネット局が怖くて口に出せないニュースをしっかりと流してくれていますがふるさと納税の制度から除外されている淡路島相本市の元課長が 東京に出したアンテナショップにお姉ちゃんを連れて行き勝手に税金で飯を食っていたり市長もそれを隠していたりというむちゃくちゃ好き放題好き勝手放題をしていたことを報じています頑張れおっさんテレビおしまいにプロ野球ニュースです中日ドラゴンズは育成選手でキューバ出身のレビーラが名古屋市内から失踪したと発表しました ドミニカ共和国に亡命ししたのかもしれません以上9月28日朝刊チェックヘッドラインでした時刻は8時59分から9時になろうとしています9時になったら9時クイズ正解は1番でございますこんなん言えんのもあと半年ですねええー、田原総一郎さんが「 「はい、この天六天んこ盛り」スタジオにも来ていただきましてお話をさせてもらいましたが浜村さんの番組が平日終わるというのを聞いて非常に残念だというふうにおっしゃっておりました年を取ったらいろいろ言い底間違いもあるし勘違いもあるけれどそれが人間の面白さではないかというふうに、まあ、本人も頑固になってはる田原総一郎さんはそのようにおっしゃっております はい、<laughs> いいですね。もう、そういう変わらしいところは私は大好きです。言い間違いや勘違いは訂正すればいいのだと。うん、ね、ええー、<laughs> そうです。まあまあ、外ばかりも言えないでしょうけれども、それはもう、ねえー、おじいちゃんたちをそんな追い,追い,追い込まないでくださいよね、はい。さて、今日はどこの新聞も。 水俣病認定のニュースをトップに持ってきております毎日新聞救済法対象外水俣病認定ということでございます近畿地方に住みます128人大阪地裁に訴えておりました水俣病被害者救済特別措置法に基づく救済を受けられてきませんでしたえー、ここまでというですね 範囲がまあまあそれは原爆の問題でもどこかで線を引かないといかんのですがいや実は水俣病というのは有機水銀窒素が出しておりました有機水銀が垂れ流されていてそれが魚に蓄積をしていってその魚を食べた人たちが体内に取り残されたその有機水銀によって、えー、病気になってうんねもう。 もうおかしくなっているってもう昔のフィルムに出てたりしますよね、もちろん命を落としている人もあるんですけれど僕は前もからお話ししているように NHK 特集を昔やってた時にえ当時の通産省の役人が僕には止められなかったよなっていうふうに言ったインタビューがありましてその表情がもう本当に忘れられないんですけど。 えーまあまあ、今も東電の問題とかで同じようなことがあるというふうに言う人もありますけれどこれが本当にいい学者とかも含めてです、ね、問題ないんだと言い続けてたわけですねでその間地元で獲れた魚をずっと食べ続けていた人あるいはその,の体内にいた子どもたちが水俣病になって いくわけですよねでしかしまあ,あ,あここまでの範囲というのが決められていていやいや魚っていうもんはこっからここまでっていうてその何キロの範囲とかっていうところで、えー、移動しないわけじゃないので、えー、その魚を食べていてこういう症状が出ている人っていうのは水俣病として認めてあげましょうよということですただまあこれ地裁の判決なんで。 この後国が上訴するかどうかということはあるわけですけれどもね、ええ、そして不法行為から20年で損害賠償権が消滅する除籍期間、まあ、これはあのー、国によります不妊手術の強制とかっていう時にも問題になった話であります弱い立場の人で法律的な知識もなかったりとかっていう人たち確かに 物事を証明するために一定の時間が経ってしまった時にそこは難しくなると、まあ、そういう現実的なことも含めて助去危機感というものは設定されているんですけどうんこれは違うでしょうということですね。はい、はい、あの言ったってこれで、えー、総額3億5200万のことです。 まあどれだけ国が無駄なことに金熱こてんねんということを考えるとこ、こ,はここは支払ってあげたらいいんじゃないかというのが、タックスペイヤーである税金、これまでの生涯で3億5200万円も私、税金は納めてはおりませんが、私の税金がいくばくか彼らのもとに届くんであるとするならばですよ。単純に考えたら 1>, 1億2000万人の人間がおりゃ1人当たり3円出したらこの人たちをこの国あ裁判の決めた3億5200万円は出せるわけですですからさあ出してあげたらいいんじゃないかなと僕は思うんですけれどもね9時4分でございます、えー、秋元議員受託収賄で起訴 賄賂額は7290万円にと、最初3000万とか言われて6000万だって6100万になってということですが、容量風力発電をめぐる汚職事件、これは国会でえこの会社に有利な質問をしてもらおうと、実際そのようになっていったわけでありますが、衆議院議員の秋元正俊容疑者を受託収賄罪で東京地裁に 起訴いたしました東京地検特捜部でございます本人は、えー、否認をしております議員辞職もせず、はい、裁判で無罪を主張するということでありますお馬ちゃんパカパカ、はいえー、この馬主になるためのお金ということでそれはまあ共同馬主なんでそのために出してもらう だけですよ。ということを主張するのでありましょう。うん、まあまああの裁判所は難しいところもあるのかもしれませんが、まあ、どうですかね？東京あの検察が書いた絵が物語がそのまま正しいかどうかっていうのは確かに。<laughs> あの大河原化工機もそうですし。し、えー、平気で。 平気で証拠を捏造したり不利な証拠は出してこなかったりするのが検察警察であることはもう皆さんもよくご存知かと思います、えー、自分が自分が秋元さんやったらそらそのように <laughs> 言うだろうなとは思うんですがどうでしょうねまあ胸に手当てて考えたら、えー、悪いことしましたっていうことじゃないかなと僕はまあ思うのですけれど はい、まず、あ、は、まあ、裁判は裁判ですから無罪を主張するのなら主張していただければ結構なんですけれどもね、はいえー、で、まああのー、逮捕とかされる前にもうこの事件が発覚したところからすぐに、えー、自民党を離党しておりますまず、あ、ら離党したのか離党させられたのかあー分かりませんけれど あのもうちょっとなんですかね、えー、とはいえ、とはいえあいつはええやつやでっていう声が、この事件に関しては出てこないというか、うん、何な,なんですかね、あの、えんな話、木原誠二ですら、いやいや、木原さんってすごい人やってね、昨日もあの、 読み上げましたが、魚のなチャンネルねの激励のコメントね。あれまあ、私があえて激励のコメントだけを選びましたんで、お前そんなとこで話、官邸の裏話してる場合ないやろという、ちゃんと記者会見して答えろやっていうコメントもあ,り、ま、あるのはありました。うん、2割ぐらいかな。<laughs> で、まあそこを僕は飛ばして読んでますんで。まあまあまあ、でも、あの木原さんは。 擁護しようとする人もまあ目につくわけですが秋元さんについてはうんそういう人もおらへんというのはまあ私も友達はいないんで何かあっても <laughs> そしてえメッセージャーの 黒田さんも相原さんも僕が捕まったらもうここぞとばかり <laughs>「あいつは」言うて叩いてくるかもしれませんけどそれはまあまああの愛 <laughs> あいやるツッコミだと信じておりますけれどもねうん秋元さんについては擁護する声が全く聞こえんなというのも一つの感想でございます9時8分から9分になろうとしております アメリカ FTC 連邦取引委員会がアマゾンを提訴いたしました。独占禁止法違反。あのー、アマゾンで商売をされている方いらっしゃろうかと思います。はい。弊社もアマゾンに DVD や本やらっていうのを出しております。基本、えー、4割持っていきはります。そうですね。えー、2000円のものだ らあえー、西が800円抜いていてますまあそりゃ、えー、そんなもんうん上代の5割で納入しろっていうね通販の会社とかは知ってますんで、えー、そりゃまあそんなもんといやそんなもんなんかもしれません、うん、アマゾンの場合はねえー とそのアマゾンのこう、えー、倉庫から運ぶ分の送料、まあ、これも大量に運んでますから、うん、一つあたりそんなに高いものにはなってないんでしょうけれど、まあ、そういったものの負担ということもあるので、まあ、み,んなみんな納得してあるのは納得してやってあるんだと思いますけれどもね。えーえー、どんなことかといいますと。 アマゾンは出品業者が他の通販サイトで同じ商品を安く販売しているということが分かった場合えその場合、意地悪するんですね。アマゾンの通販サイトでその商品を検索しづらくしていましたまた、アマゾンの通販サイトに依存する立場の弱い出品業者から高額の手数料を徴収私はさっき4割と言いましたが 多くの出品業者は売上高の50%近くを支払っていると。あの、いや、それはいろいろありましてですね、私の場合はだから CD とかあ DVD とか、そんなん販売してまして、まあ、自社のサイトにも載せてはいるんですが、えー、4割って言いましたよね、4割取っていかれるんですけど、えー、勝手に値段下げられていたりもするんです。まあ、それもまあ独自のアルゴリズムでやってるっていうことなんですが、例えば DVD なんかだったら、 1>, えー、1万ぐらいするやつねあの、企業の特集のやつなんかだと、あとそのぐらいの値段で出してるんですけど、これ勝手に値段、向こう下げてきたりします。<laughs> というか、もうあのその連絡もないんで、え知らない、知らん間に安なってたり、えー、中古のやつが誰かが出品してたら、まあ、そっちも出てきますわね、だから1万円のものやけど、50円で出てるみたいな、注文員が、みたいなこともあったり。 でまあ、もうほんとうちらもその月に何回,何回かしか売れへんようなものなんですけど、えー、っと追加で一冊送ってくれとかね、えー、で売れへんからって言うて、まあ、売れへんから言うてこっちへ帰ってくる送料はこっちは持ちませんけど一冊だけ送れって言われて一,一枚だけ送れって言われて。 向こうの倉庫までで送るわけですよほなアンテリジャンから送る送料なんてそんなあの量,産量を出してませんのでまあ例えばあ500円とか700円とか取られるわけですねでそれはこっちの負担ですから、うん、あの勝手に値段は下げられて売られてるわ送れと言われたら送らへんかったらしゃあないし。 売れへんかったらもうお前んところのやつ売れへんから返すぞって言われて勝手に返してこられてとかっていうのは要はもう向こうの好き放題っていうことですねしかしまあまあそらあ US 的経営の乱用なんていうようなことはそはまあ例えばタレントギャラなんかにしてもはいあのコ野さんこんだけでよろしゅうって言われたらえっ、ー と思ってもそこでもうまあ変な話そこで交渉する人なんかまずまあいないですよねまあそらあ浜村さんであったりとかジャニーズの人らは知りませんけどもそうですかと5000円言われたら5000円そうですかありがたく頂戴いてしまうああ源泉聴取引かれてますかというような話ですわねだからまあこの世の中優越的権利の乱,乱用だらけですけどね だらけなんですけど、えーまあアマゾンはちょっとひどいよというので、えー、FCT は、FTC か、は、まあ、提訴をいたしました。多分まあ、それは向こうも、アマゾンの側も、めっちゃ、めっちゃすごい弁護士つけて戦うでしょうしただ、まあ、逆にこれがもし認められたとしたら、多分何千億とか <laughs>、え何兆円みたいな。 えー、金を払えということになるんでしょうけどね。<laughs> まあまあ、同じ経営の端くれにいるものとして、えー、ちょっともう、あの、丸の数が追いついていきませんので、えー、こちらはもう、はい、あの、細かい商売をやらせて、えー、いただきますわ。<laughs> それはね。うん、はい。 えー、いろいろとあのてんこ盛りスタジオショップでも販売をしておりますのでもう皆さん、あのー、販売始まってすぐにバッと買っていただいた山津辻田の山椒なんですけど七味とかもういろいろ売らせていただいてもう本当にもう最初の1週間ぐらいでこんだけ売れるかと思って、えー、びっくりしたんですがもう今ほとんどパタッと止まっておりまして、あのー、当たり前ですね、山椒ですからね。 えー、皆さんそんなに毎日 <laughs> 使わないですよね冷凍してい,ていただいて使う時だけ出してきていただいたらいいんですけど、えー、できればそうですねまああんまりあんまり予算使っても仕方がないですからあのもう手ごろなあのギフトとしてですね、えー、周りの人に。 駒さんのところで売ってるこれいいよって言ってお勧めいただいてあのコンスタントに売れていったらいいなと思うんですが多分一回最初に買うた人2袋あったら多分1年持つでしょうからね多分次買うの1年後場合によってはもう2年後とかになってしまうかもしれないんでできればこれいいよっ言うて、えー、皆さんに勧めていただきたいなと思います。はい えー、こちらのサイトで買っていただきましたら決済手数料3.6%引かれるだけで済みますので、えー、どうぞよろしくお願いいたしますすいませんこんなお金の話で、えー、9時15分から16分になろうとしていますさて皆様の NHK ジャニーズ事務所のタレント新 起用を控えると発表いたしましたまほ、あ、他にも大事な話がいろいろありましてネットの本来業務とか新しい会長さんが出てきまして記者会見をいたしました新規の起用をしないということは大晦日の「紅白歌合戦」まあ、これも今年よろしくって多分声かけてた人があったと思うんですけど、えー、これも見直しと、えー、その分、うん うん5、6、7組ですか、ジャニーズ所属の人たちでいうと、えー、この,の他の人たちにチャンスが与えられるということでしょうね。えーまあ、細かい演出はここからというところもあるんでしょうけれど、でもまあ、大体大枠はね、じゃあ、だって12月31日に放送せなあかんのですから。 全国から芸能班の、ね、ディレクターを集めて若手も含めていろいろとやる、うん、見る側にとってもお祭りですけども NHK の制作者にとってもお祭りでありますからここでジャニーズのタレントが出てこないという穴を埋めようとするとさあどうすんのかと。 ほんでまたねもちろんジャニーズの,その性加害の問題が一番大きなところで被害者の救済をどうするのかっていうところが最も大事なポイントであるのは分かりますけどきっとこの演歌の人ジャニーズの人らが出えへんから今年出てんやろなっていう人たちが。 バレるんかな <laughs> バレるんかな、えー、それともまあそうですねテレビ東京のやってる懐かしい日本の歌みたいなと路線に戻られても困りますしねそれはね、まあ、どっちにしてももうあの我々のような世代はもうあんまり見ようと思わないのでいいんじゃないですかそれはもう我々は我々は。 我,我,々我々は「夏メロを聴きたいです、えー」いいんじゃないですかね、えー、だって一回も聴いたことない曲一回も見たことのない人らが出てくるんですもんね <laughs> やったりあるいは7時40分ぐらいに郷ひろみに歌われてもね あのいやーヒロビさんには申し訳ないんですけどそんな早い時間にねまだ落語で言うたらの定石で言うたらまだ前座のはいもう中入りまでまだだいぶあるでいうような時間帯にえそれも舞台でなくってなんかロビーとかで「あっちいちーあっちい」って歌われてもちょっとなーって思いますからね、え。ー うーんそうやなあ,あのサブチャンネルであのサブちゃんとかの懐かしいやつ美空ひばりさんとかの懐かしいやつをあのあの「紅白歌合戦」の副音声はいりませんからもうそれは。 もう紅白歌合戦は NHK が今後存在していくために見てもらわなあかん若い人向けのやつをやっていただいて結構ですもうそこに石川さゆりさんとかも入れていただかなくて結構ですもう訳わ,わかんなくなりますからあのもうユニクロやったらユニクロもうティファニーやったらティファニーえー、公設市場やったら公設市場でやってもらわんことにゃ なんかもう訳わかんないですから、だから、あの、メインのチャンネルはもう若い人に見てもらうための、もうカウントダウン t v でいいです。はい。で、サブチャンネルでもうあの歌わなくていいです。昔歌ってたやつの V で結構です。それで結構です。もう、もう去年と今年が同じでも構わないです。それは。はい。 もうだからもうねええ大道具みたいなあの衣装も,も,うもうあれはもうすごいもんですからだって花火は毎年きれいですからねあの <laughs> 4尺玉とか上がったら去年も今年もきれいああたまやと思いますからだからもうあの衣装か大道具か分からへんようなやつはもう古い映像で結構でございますよもうそれをそれを出してもらって。 でちびちびお酒を飲みながらねお酒はぬるめの考えっていうぐらいでいいんじゃないですかねはいあとねちょっと一言だけ言っていいですか嫌味を、はい一言だけにしときますからあの忖度はしてないって言ってはるんですよえー、えーえー、と えとどこやえー、とこれまでタレントの起用は本人の能力を勘案して決めてきました今になって振り返るとそれは十分ではなく性加害をめぐるジャニーズ事務所の対応も念頭に置くべきでした事務所に忖度したのではなく 考慮すべき要素が欠落していたと稲葉会長は述べております。あの考えなあかんところが抜けてましたと。それで事務所側に有利に,なる有利になることをやってましたと。それを忖度というのです。それを忖度というのです。えー、っと忖度というより、まあ、もっと言えば。 そん、まあ、忖度でないというのならそれを「損得感情」と言います NHK の損得感情で忖度していたからあの使い続けてきたでとリハーサル室を使わせ続けてきた。 そしてジャニーズの持っている事務所の持っているところに高い家賃を払ってきたそれらは全部まあ忖度でないとまあ稲葉会長は言ってはりますが損得勘定として NHK にとっても得だと思ったからやってきてたと皆様の受信料を使ってそれをやってきてたということでありますので、まあ、それを広い意味で忖度というのですということですね。 えー、そして、まあ、テレビ朝日におかれましては、えー、とジャニーズのタレントを出す劇場を一緒に作ろうと今もまだしててということですからうーんとまあまあまあ、そら、ねね、力の強いところと組んでおい,い美味しい商売ができるっていうのも一つのやり方だとは思いますが。 で手のひら返すようなのも気持ち悪いのは気持ち悪いんですけどまあテレ朝がいかにジャニーズとズブズブであるのかっていうでそのズブズブがあると結局報道も報道されへんしっていうことですよねだからもうその統一教会と自民党の議員のズブズブもそうですしやっぱりその全てズブズブっていうことがいかに、えー、正しいか正しくないかあーではなく。 はい、正義であるか不正,義不正義であるかということではなく損得感情で忖度をするとそれがズブズブであるということなので NHK はズブズブであったということをちゃんと認めるところからでないとジャニーズの問題もこの間クローズアップ現代クラプラスで取り上げてましたが、えー、とちゃんと自分のところの人間あるいは自分のところの人間だった,たやつらに取材ができておりません。 それは携帯の番号も家の住所も知ってるんですからそこはずかずかと入り込んでいくのが報道というものだと思うんですけど人には厳しく浜村さんじゃないですが人の,人の失敗は厳しくやって笑ってごまかせ自分の失敗っていう浜村さんはあれは和芸として言ってありますが NHK もテレビ朝日もそんな感じですよね、は。い 9時25分。えっ、ー、と！日立造船という会社がございます。カナデビアというカタカナの社名に変えるんだそうですカナデルというのに、えー、まあ、ブラビアとかもある。このビアっていうのは、えー、道という意味なんだそうですね。ええー。 道を奏ででていいいくととう、うう名前にすす。るんだそなぜか実は大阪にございまして日立造船という会社なんですが、えー、戦争中に日立のグループに入りましてでまあ解体されたのでもう日立のグループではもうだいぶ前からなくなっててもともと大阪大阪なんやったかな大阪機械やったかなえー、っと 創業時大阪鉄工所1881年、えー、19世紀のほどです、えー、造船事業などを手掛けておりましてで昭和18年戦争始まって、えー、空襲が起きる前ぐらいですかはい日立製作所の参加に入りました、えー、財閥解体に伴って日立グループからもう離脱をしていたんでええー 日立ではないんですがずっと日立造船を名乗っておりましたしかも造船事業については2002年も20年以上前に、えー、切り離しておりましただから日立でもないし造船もやっていないゴミ焼却施設の建設,建設やインフラ関連の事業などを手掛けているにもかかわらずずっと日立造船と言い張ってきましたさすがにあかんやろうと いうことですね、はい、来年6月の株主総会で定款を変更するということでございます。来年の10月に社名を変えるそうですしかしこれは、まあ、当然といや当然の話でありまして、はい、これはね、えー、社名というのはもちろん言われがあってつけるわけですがあ事業のありようというものはこれはまあ 変わらざるを得ない、えー、変わらないものはあの変化しない違うわ変わらないものは変化しませんね変わらなければ成長はしません生き残れないです、えー、進化成長というものはあの変わっていくからですので、えー、だいぶだいぶ遅れはりましたなということではありますがまあまあそれだけ何かを変えるというのにはパワーがいるということなのか。 かもしれませんねはい、日立造船日立でもなく造船でもなく、えー、何十年も経ってようやくう新しい社名に変えるんだそうでございます9時28分ですおっさんテレビが頑張っておりますこの YouTube ではお話多分するとえらいことになってしまうので えー、しませんが例のニュースにつきましてもおよその在阪民法がしない、えー、ネット局ネ、全国ネットのところもですね、国の方針厚生労働省の方針にのっとったようなニュースしか流さない中「サンテレビ」は頑張っております。 あの皆さん、あの阪神戦しか、サンテレビの存在意義を認めてはれへんかもしれません、そんな人が98%ぐらい、当社調べですがあると思うんですけれど、じゃあもう、ね、日本シリーズ終わった後は、日本シリーズも中継できませんかね、あの本当に、うん、どないすんねんと思われてるかもしれませんが、実は、はいえー、ひっそりこっそり頑張ってはります、<laughs> ひっそりでもないですが。 時々、ね、あの泣いた終わってそのままテレビついたままうとうとしてたら「あっサンテレビのニュースやってるわ」と思ってご覧になる方あるかと思いますがえー、兵庫県をエリアとしてもりますサンテレビ兵庫五国といいますうん北はねえー、霞とかもそっちの日本海側からですね、えー、瀬戸内海そして赤智海峡大八を渡って淡路島まで 全部兵庫でございますよ。一回僕は走りましたからね、自転車で1泊2日でね、北から南の端まで。うん。その広い広い兵庫県をエリアとしております、サンテレビ。淡路島の洲本市がふるさと納税でズルをしておりまして、2年間、まあ除外されております。で、まあ、まあ、まあ、僕はふるさと納税の仕組み自体、そして返礼品を競うということ自体、えー、泉佐野もそうですが、 あそしてまあそれをそこの間に入っている業者さんたちもまあいっぱい知ってるんですけど僕はまあ基本好きじゃないんですね。えというまあ前提ではあるんですが、えーまあ、皆さんはそれお肉ね安買えたとかで喜んではるんだと思いますけど僕はまあどうかと思ってます。でえー、と相市の 魅力創生課というところがありまして、ここの元課長がむちゃくちゃなことをしてたえ今年3月、停職6ヶ月の懲戒処分となりまして、胃がん退職をしていると、胃がん退職ですから、まあ、退職金は出ているんでしょうが。 いろんなむちゃくちゃなことをしてたというので、サンテレビに内部告発がありまして、実はこれから言う不正は、市長のもとにもちゃんと伝えられてるんですが、市長知らんと、知らんかったと、ああ、その時間違ってましたねとかって言うて、のらりくらりと言い逃れをしとるんですが、やっぱりあの、まあ、そもそもがあのむちゃくちゃしとったんでしょうな、むちゃくちゃな市長とむちゃくちゃな元課長がむちゃくちゃなことをしていたから、 目つけられたところもあるのかなと思うんですが、東京にあるアンテナショップ、明石の。明石じゃない、あの淡路のね、洲本の。アンテナショップ行って、その辺に置いてあるもん、勝手にもう開けて。もう。バあ、あと開けて、ね、で、もう、ビュッと食べたい、食べるんですって。はい。パインやめ。えー。え。ね。こんなんを、もう、もう勝手にどんどんして、えー、ちょっと待ってくださいと。 もうつけとけってもう税金やねんからかめへんって言ってあのお弁当とかも他の人らはみんな自分のお金で買うて食べてるやつをかめへんねんって言ってにつけさせといたりえもういちごとかそんなんもばっと,とも食べてしまっていやもうこれは傷んでるからこれはもう傷んだもんやから商品にできへんからえそれを試食にしてみんなに食べてもらってるんやとかっていう言い逃れをしたりとか。 お姉ちゃん連れてって、まあ、このお姉ちゃんの会社との付き合いがあってその人が独立したって言うてその独立した会社に発注をしたりなんで広告代理店に、えー、とあのレジ袋、えー、よそで買うより8倍の値段だったそうなんですけどなんでそこに発注せなあかんねんっていうようなまあだからあの権力というものと。 その権力を傘にきた本当はその、えー、この課長の仕事ではないところのものなんですがまあまあ,あよくね天皇という言い方をしますけどミニ皇帝ミニ天皇みたいな人がおってで、えー、おべんちゃら言うて上には言うて下には厳しく言うてむちゃくちゃなことをして上にどう取り入ったのか知らんけど市長もその 元課長を守るっていう体制があってどうしても守りきれなくなったからこの3月に定職6ヶ月っていう定職6ヶ月の懲戒処分ってかなりのもんですよもう懲戒免職になってもおかしくないもうちょもう、えー、退職金が出えへんからやめろっていうクビになるっていうのに近い処分だと思いますがまあそれで胃がん退職をして退職金はもらっとるんですけどうんむちゃくちゃですわ で、まあ別にまあ、この人を貶めて何かしようと別にまあ僕は思わないですけど、えー、もう、こんな奴らが多分もういっぱいおるんでしょうね。いっぱい、もうてんこ盛り、もうあちこちに多分いるんだと思います。だから、だからやっぱり権力はチェックされないといかんのですよ。チェックしないと。うん。チェックされないといかんのですよ。しかしまあ、 うん、そのマスコミですら、今、この低ら落ですし、権力をチェックしようというような意気込みを持っている人が外され、えー、まあまあいいじゃないかと、うん、このそのぐらいいいじゃないかと、うん、別に自分の腹が痛むわけじゃないだろうと、税金やしっていう、まあまあもうトップからそうですからね、ね上から下までそんな国ですわ。 昨日、ニトベ稲造のアニメが完成して出てきまして、最終チェックをするんですけど、うん、もうね、まあ、ほんま、コモさんの作っているいろんなアニメーション、まあ、僕が作ってるわけじゃなくて、まあ、プロデューサーとして、偉そうなことだけ言わせてもらってるだけなんですけど、うん。まあ 渋沢栄一も何にもおめかけさんがいたりとかっていうようなことはありますけれどもしかしこう高く掲げた理想とうんすいませんああアメちゃんパインアメ舐めながら言うてもちょっと説得力がないんやと思うんですけどあああんちょっとやっぱあの昔の人のうん 持ってる高い志、日米の架け橋になるんだと太平洋の架け橋になるんだっていうな、なんかそのぐらいのことを言ってくれる権力者であってほしいなと思うんですけどね、うん、相撲都市、もむちゃくちゃです、もうズブズ,ズブズブズブです、はい、そこにおっさんテレビが頑張って切り込んでいるということを皆さんにお伝えしたくて <laughs>、ええ、甲子園の阪神戦だけじゃないんだとおっさんテレビは、はい、はい、いうことです。 まあ、あとはまあ再放送の時代劇とか流してるぐらいなんですけどねあと通販番組が多いんですけども、はい、9時36分さて中日ドラゴンズにつきましてはあんまりいいお話がなくて中日ファンの皆さんね、えー、寂しい思いをされているかと思いますもう勝ち負けのことは置いときまして 育成契約でキューバス出身のレビーラ内野手24歳名古屋市から失踪したことを明らかにいたしましたえ <laughs> あのそうですかまあロドリゲスもありましたね WBC 終了後に失踪いたしまして、えー、亡命報道が流れましたうんどうもメジャー契約を目指してドミニカ共和国に 亡命したという話だそうでございます電話に連絡をしましたが普通自宅を見ましてもいませんでした2軍の練習休みのおとつい昨日の報道なんで先おとついまで連絡取れてたんですが今は連絡取れないんです警察に相談しましてあのキューバの大使館にも連絡をしたんですがと えー、去年6月育成契約を結んで支配下選手登録を去年7月にいたしました昨シーズン1軍21試合打率2割飛んで3輪ホームラン1本3打点シーズン終了後再度育成契約になりましたファームの試合48試合に出場し打率1割8分8輪3ホームラン14打点おいおいという成績なんですが コンディション不良でリハビリ調整を続けておりました。いなくなっちゃったというお話だそうでございます。以上、腸管チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました。時刻は9時38分。もうちょっとお付き合いくださいませ。さて、今日の、X、はい。えーと、こんな。 こんな動画が出ておりましてですね、うん、今から見ていただこうと思うんですが、アジア大会が行われておりまして、その開会式が非常にこう、うん、にぎやかな映像で流れておったんですけれど、えー、ちょっといいですか。 はい、こ,っちこうやってどっちがいいかなはい。ツイッターにこんなんありまして、えー、実際テレビの画面で流れているのとそのテレビの画面を手元のスマホで見ながら目の前に広がっている開会式の行われている場所を撮影しているっていうツイッターが流れておりまして。ご覧まあ、まあの

名誉、名誉っていう言葉が聞こえております。名誉っていうのはないというんですね。えー、どういうことかわかりますかこ手元の画面で映っているこの後ろに花火が飛んでいたりするやつこれこれ。これがテレビの画面で、テレビの画面で中継されているやつなんですよ。はい。 でまさしくそのドローンとかで撮影したようなやつが実際行われてると思うじゃないですか、ええ、そしたら彼女たちはカー挟んで反対側のところから現実のスタジアムを映してるんですけどどこにも花火なんか映ってないとでこれ、ええ、現場の本当にスタジアムの客席にいる人たちも多分びっくりだと思いますけれど。 実際目の前で起きてないことが起きてるようになっていると。これはこの CG を作るのと実際花火飛ばすのとどっちが高いのかってなった時に <laughs>、どっちがどっちか。あまあまあ、それはまあ CG 作るのが安いんでしょうね。今の、今の、今の技術で言うと。 いいやいやこれ中国だものってまたこうねあの中国とか韓国をバカにする人いますけど日本の報道がないじゃあ何やってんねんって言うたらさジャニーズにも木原にもいかをんけですから僕は別に俺は中国だけの話は全然なくて要はテレビなんて信じられへんっちゅう話なんだと思うんですけどねええー、まあまあ中国嫌いな人はまあまあ勝手に言ってはったらいいんですけどいやいやちょっともう本当にね 笑っちゃうでしょ、これはまあだから別に中国がとか北朝鮮がとかロシアがとかの話じゃないんですけど、ええ、あの、ほんまに笑ってしまいました。まあ問題は中国のことですから、こういう投稿をした人の命が今あるのかどうなのかっていうところでは <laughs> ありますよね、まあ真面目な話、いや、本当に。 えらいことになるというのはどこの国も似たようなものなのかもしれませんけれども、はい、では最後はえー、と本当のことを言っちゃうとこんなことになりますかねという今朝の一言でお別れすることにいたしましょう9時42分今朝の一言です深夜にすみません 日テレ関係者全員出入り禁止とさせていただきます東武東上線上板橋駅近く路地裏にあるお店の人昨日夜深夜にすいませんとしずく上田さんという方が ししていましてうわもうすごいな1016万回も表示されております私が見た時800万回ぐらいだったんでそっからさらにえ200万回増えてますね日本テレビ日テレ関係者全員できんとさせていただきます理由は本日来店された方がテレビに出して売ってやる今度この辺の特集をやるから 飛び込み取材は断るだ断るな、だの。お前の置いている酒はつまらない、だの。失礼な人間しかいないと判断したためですと <laughs> 書いてあります。はあ、そうですか。日テレの関係者、いや、日テレの社員なのか、制作会社なのか。えー もともとこのお店、雑誌とかもお断りというところなんだそうです。ちっちゃいお店なんだそうですが、えー、と、領収書を切ったのは日テレで切ってたということなんで、はい、まあ、日テレのプロデューサーがいたのかどうかわ分かりませんが、えへ、ーまあ、日テレに限らんと思いますけどね、TBS でも富士でも。 みたいなことやってるやつらはいるでしょう。傲慢式きなやつは <laughs> いるんだと思うんですけど、うん、いろんなお酒を出してはるそうなんですけどね、こだわって。ええ、ただ、それが嫌だと。日テレの皆さん全員がそうでないとは思います、はい。三浦アナウンサーもそうなことはないでしょう。 あ明日から出てきやるみたいですけどね、体調戻って。えー、でも、そういう人は確かにいましたんでということですね、えー。バズってびっくりしてはります。えーえーえー、と、うわぁ、こんなに、うん、こんなに伸びて、えー、もともと10席しかないので、テレビや雑誌は NG にしているところなんですが、そこへ入っていって、 まあ下見と称ししててて、えー、ロケハンしてやってたんでしょう,、ね、うんへえー、いやテレビ局なんてそんなもんやとうんすごみやというな体験談もそこにもういっぱいついてきておりますがさあ日テレどうするんですかねこんなん1,000万回もこんなことがもうツイートされて 表示されてるわけですからね。ええー。まあ、本当はもうほんまに似てるに限らないことやとは思います。ええー。そんな、そんなやつらはいつの時代にもいるでしょうし、今もいるんだなとは思います。まあ酒の酔った、酔った勢いでやってしまったことなのかもしれません。本当は優秀な、ええー、いいディレクターなのかもしれませんけど。うん、アホやな、もうほんまにね。うん、ほんまん。 終わるまでに、意外にこのパインアメというのは長続きいたしまして、あの大変よろしくないですね,このね、アメちゃん舐めながらニュースを語るなんてね、とんでもない、えー、不快だという方がいらっしゃいましたら、えー、申し訳ございません。私は別にあなたを 心地よくするために生きてるわけでもございませんので、不快に思われたら申し訳ございません。そう言って言ってこられると私も不快ですので。はい。パインアメは本当に、ね、長持ちいたします。うん。では、アメリカン、なめなめ、お別れすることにいたしましょう。60歳からは自分ファーストに生きる、えー、ピアから、来週の月曜日、10月2日発売でございます。えー、草野かさんとのお話につきましては、 明日以降また皆さんにご覧いただくことにしております。今日もご視聴誠にありがとうございました。ではまた明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。入ります。また明日。インジャンチョキ。では良い一日になりますように。